左ストレート入れてですね、その相手のパンチは、まあ、空振りさせましたね。このアルセはね、やはりそのウェイトがきついだけあってですね、前半の最初の敏捷さ、スピードがなくなってきましたね。当たってないですよね、この辺りね。なんかそういう思い切り振るのも疲れますからね。ルビラルがやはりディフェンスがうまいんですよね。カウンターになりました。体逃がしながら右のカウンターですね、ああいう逃がしながらのカウンターっていうのはどの程度の効果があるんでしょう。まあ、タイミングで効くパンチなんでですね、ウェイトはそれほど乗ってないわけですよ。でもまあ非常に有効なパンチではあ、ね、相手が前出てきたところにそれ当てますからね、相手が疲れてる時には結構効くんですけどね、はい、新しいラウンドに入りました。まず出てきたのは挑戦者ルビリアルの方です。一気にペースを奪ってしまうということが、あ、うまく止めます。この辺りも止めているようです、ルビリアル。おお、もらったか。浜さん、10対5という感じですね。まあ確かにそうですね、それでアルセの打ち方っていうのはやっぱり疲れますからね。当たれば強いんですけど、このあたりルビリアルはどうなんでしょうね。逆に後半というのはこの柔らかさを持ってすれば同じように戦えるんでしょうかね。いけるでしょうね。スタミナの使い方が両者違いますから、後半行くのか終盤行くのか、あるいはこのあたりで一発アルセが打ち込んで終わりか。あれ、ルビリアルの方か、いや、あ、テープが、テープですね。そんな外れてるようには見えませんが、ちょっとめくり上がってる程度ですけどね、早めの処置取っています。3年ぶりの対戦であります、この両選手。3年前というのがちょうど2001年の10月、判定勝ちで、クーイの暫定、タイトル、まあ、つまり今持っているタイトルなんですが、これを獲得したのが、白のトランクスのアルセです。それ以来の戦いになります。まあ、このルビリアルっていうのはですね、その兄弟ボクサーで、兄さんは日本で活躍したあのルビリアル茨城ですね。エルデスト・ルビリアルなんですけど、なんかそれのまあ弟なんです。兄さんはファイターだったんですけど、この弟の方はカウンターパンチャーですね。右のストレートかすりました。交代します、ルビリアル。フィリピン人ボクサーの特徴というのは小泉さん何かあります？やはり体が柔らかいですよね。ああ、そうですか。で、うん、結構単発でカウンターパンチャーが多いですね。それでファイターでも単発ですよね。ルイストなんか硬く見えましたけども、柔らかかったんですか？いや、あれはね、その体の柔らかさはないんですけど、バネはあったんですよ。あ、もう全身でパンチ打ちましたからね、左フックなんかもう全身で打ってましたから。おっと、右、右ストレート。浜さん、このラウンドはいかが？ですね、アルセのパンチを我慢するのに慣れてきましたね、はあ、ルビリアルが。あ、そうですか。なかなか我慢強い挑戦者であります。ついに慣れてしまいました。慣れたらじゃあルビリアルのもんですね。そういうことを言えますね、相手のパンチに慣れた。さあ、今度は自分の攻撃の、手を考えねばなりません。入れていくのみです。この辺りもそうですね、確かにね、こういう攻撃にもう慣れたか。第7ラウンド終了です。いや、このラウンドも挑戦者の有効なクリーンと取りますね。おお、挑戦者がだんだんペースを握ったまでは言えないですか、小泉さん、どうでしょう。ペースは、まあ、握ったまでは言えませんけどね、良い感じではペースはね、やっぱりチャンピオンの方が構成取ってんですよ。ところが攻撃は雑で、結構パンチ殺してるんでですね、
ラウンドが終わって有効なフックにヒットをその積み上げてみるとですね、ややその挑戦者の方がポイント取ってるってそういうラウンドですね。とにかく手を出しながら動き回ってるのはチャンピオンに見えますもんね。実際そうなんでしょうけど、いやそういうことあるんですよ。主導権取って構成取ってるのは片方であっても、ラウンド終わってみるとですね、相手の方へポイントがつく場合あります。それはカウンターパンチャーとかですね、手数少ないけど的確にパンチ、相手よりより的確にそのパンチ当ててたとか、その場合ありますね。そんな例の一つなのかもしれません。この試合ここまでです。さあ第8ラウンドです。 WBC 世界ライトフライ級のタイトルマッチ、メキシコで行われています。あ、ちょっとアウトボクシングしそうですね。今ねちょっと足使ってきましたよ、チャンピオン。まあ、これまでの動きを見ればこのアルセ、そういうことが容易にできるであろうということは想像できます。もともとボクサータイプの打ち合いの好きな選手なんですけどね。なるほど、あ、そうですね、足使って、おお、インサイドから右ちょっと引っ掛けられました。アルセ今度ボディルービリアルが、もうこれアルセに慣れたようですね。確かにね、いやパンチに慣れてるんですよ。慣れましたね。自分のパンチうまく入れ込んできます。それでアルセの方がやっぱりスタミナ落としてきましたからね。はいはい。さあこれからがじゃあ挑戦者タイムか。ルビラル、いやブロックを固めて入ってくるとアルセ苦しくなりますね。はい、ああ詰められました。入られてますよ、今。おっとアッパー、ちょっと危険なアッパーでありました。触れただけという感じです。だからこれでルビラルにパンチがあったらもっと怖い選手なんですけどね。いかんせんパンチはそれほどないんですよ。完全にアルセはハンドスピードで対抗する、感じになっています。あそこまで結構強く振ってたんですけども、形が変わりました。足を使って逃げ回りながら一発当てます。入られてきてますよ、あーと左ストレート入られてきてますよ。さあ挑戦者の完全にペースになったようです。いやいや言うのは早いか、まだ早いか。打ち返しました。流れはしかし挑戦者のようであります。当ててます。数は少ないんですけれども、その一発がルビリアル、なかなか効果的なパンチを放ちます。キーのトランクシャウト、アルセスタミナ落としましたね。落としましたね。ちょっと表情がもう疲れてる表情ですね、完全にね。こういうのも嫌がってます。ここに立ってのボディは効きますでしょう。まだラウンドありますから、もっと落ちる可能性ありますね。ありますね。落ちる可能性もある。ぐっともっと一気に失速する可能性だってありますもん ね。これだけ足を使って動き回っています。しかしそれにも増して苦しそうなこのアルセ、動きがピタッと止まる可能性だって出てきます。序盤でさえ、序盤のうちはもう早く終わらそうみたいな雰囲気ありましたけどね、できないとかってこの足を使い始めて、なおかつ自分がもう後ろ後ろに後退しています。まあ、のパンチに体重が乗らなくなりましたね。まあ、乗せるぐらい力ちょっと、まあ、入れてないというのもありますけどね。おまけにちょっと押されるようなパンチでバランスさえ崩しています。手を上げるのはちょっとアルセ、どうなんでしょう、蘇生か。第8ラウンド終了しています。まあ、今のラウンドもルビリアルですね。はい、まあ、トレーナーの指示でですね、チャンピオンアルセフットワーク使って距離取ろうとしたんですけど、そうすると逆にルビリアルの方が出てきたんですね。だから かなりサークリングしてですね、まあ、言葉悪ければ